いつもご視聴ありがとうございます。今回は10月制度クロスに関連する動画をお届けしていきます。10月制度クロス検討会、始めていきましょう。動画の内容はこのようになっております。10月制度クロス銘柄概要、10月制度をやる価値があるのか、後半では10月全貸借、4月ロングカバー指定銘柄、最大損失、最大リターンがわかるオリジナル資料を使ったリストです。10月だけではなく、4月の長期認定用銘柄も一部収録しております。制度信用は一般信用と比べてフェアで自由なフィールドです。誰でも平等にチャレンジすることができますし、在庫の制限もありません。人それぞれ、いろいろな考え方があります。参考までにお楽しみください。この動画で使われる用語や基本的な考え方については、このように入門動画も用意しております。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらもご確認ください。それでは本編に移りましょう。それでは、まず10月制度クロスの概要です。権利付き最終日は10月27日、逆非分日数は1日です。全貸借からは、無条件必勝銘柄はなし、条件付き必勝銘柄もありません。対象銘柄が少なく、必勝銘柄も存在しません。一般信用がかなり厳しい状態ではありますが、一般対象銘柄を制度でカバーできる可能性はありそうです。10月貸借銘柄の現状です。まず、貸借対象銘柄は現在停止となっている銘柄を省略し、11銘柄あります。銘柄数はかなり少なく、年間でもトップクラスの少なさです。注意喚起以上が出ている銘柄もほとんどありません。今後、需給悪化が見られる銘柄も出てくるとは思いますが、停止発生率はかなり低いと見ております。10月をやる価値があるのか？現状では停止を狙うことは難しいと考えています。当日勝負になり、そこでいけるだけのメリットがどこまであるのか？ということを考えていかなければなりません。一般で取れなかった銘柄をカバーしていく、このような流れになりそうです。当チャンネル、全貸借検討資料では、各銘柄ごとに、最大損失、最大リターンが一目でわかる、オリジナル資料を使用しています。売り停止となる可能性を予想した評価を、4段階で表示しています。停止狙いの参考までにご活用ください。ここでの最大損失、最大リターンは、権利付き最終日に約定させた場合を想定しています。停止狙いなどで、早くから入っていく場合、余分に逆非分や貸株料の支払いが発生します。それでは見ていきましょう。全貸借10月銘柄と4月期銘柄の長期認定裏権利銘柄です。停止可能性は、このように、4段階で評価を行っております。停止可能性が高いということが必ずチャンスではありませんのでご注意ください。今回は、上位の停止評価は設定しておりません。まずは4月期の裏銘柄。ヤーマンは、一株を4月に記録させていなかった方向けです。需給状態は、権利がつかない10月の割に良くない傾向です。現状では、1日保有で引きなりで買って、翌日配当を落として売り抜けた方がリスクはないかもしれません。ビューティガレージ。こちらは需給状態フラット。大きなリスクは見えないですが、値が下株のため、事故には要警戒でしょうか。10月期、長期認定用銘柄です。ファースト重建。需給状態はフラットです。停止は見込まず、注意喚起以上が出る可能性はあります。そこまで美味しい勝負は期待できません。1日、保有や短期にも向かないと見ていて、実行価値はそれほどないと思われます。一般信用カバー銘柄です。学上。需給状態は、フラットで特に目立ちません。停止は見込まず、注意喚起以上も見込みません。現状では、可もなく不可もなくといったところ。当日しないでしょう。神戸物産。需給状態は良好に見えます。注意喚起以上は見込みません。現状では大きなリスクは見えません。勝負も可能ではないでしょうか。制度限定銘柄。開花デジタル。1000株で仮想通貨500円相当です。注意喚起となっていますが、需給状態は良好に見えます。停止可能性もあると見ていて、タイミング次第ではゼロでの逃げ切りも考えられますが、内容がそこまで魅力には見えません。泉州電業。需給状態は良好に見えます。
株価も下落傾向であり、配当もそれなりにあります。その状態では、買い方の逃げも限定的となり、案外勝負になる可能性もありそうです。HIS。おそらく、ゼロでの逃げ切りが可能と見ております。しかし、内容があまりにも微妙で、配当もありません。やるメリットは全くないと言って良さそうです。ギフト。需給状態は良好に見えます。株価の下落で、逆張りの買いを呼び込んでいるように見えます。分割もありましたし、このままの推移であれば、狙える可能性も十分にある。このように見ています。注意喚起以上となる可能性はあります。松園食品。株価は下落していますが、需給状態は良くありません。今のところは、可もなく不可もなくで、当日次第でしょう。停止や注意喚起は見込みません。制度限定銘柄。東和フードサービス。銘柄特性や需給面から見ても狙えません。一日保有や短期保有にも向かない貸借銘柄であり、ここをあえて狙う意味はないでしょう。ロックフィールド。需給面では全く目立たず、フラットです。現状では可もなく不可もなく。この先、ここの銘柄人気からして、一気に買いを呼び込む。というようなことは考えられず、順当に決まってきそうです。当日次第の銘柄になるでしょう。注意喚起以上は見込みません。萩原工業。株価下落で、需給面はよく見えます。昨年は、突っ込みがかなりありましたが、今年はそこまでないと見ております。現状では狙える可能性も十分にあると見ています。注意喚起以上となる可能性はありそうです。配当もそれなりにあるため、一日保有を選択できる可能性もありそうです。以上、今回は、10月制度クロス検討会、やっていきました。銘柄が薄く、一般カバーが中心ですが、それでも攻められそうな銘柄はいくつかあります。当日まで注視していきましょう。最後まで見ていただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。